に迫りましたアミリンピックでございますが、その今日は一つの競技としてぐるぐるマットをご紹介させていただきたいと思います。挑戦者は大前のりえさん、そしてゼロくん。はい、ぐるぐるマットのルールはですね、簡単に説明いたしますと、1分以内に、まあ、大前さんが用意したこの合図でぐるぐるマットを行います。10回ですね。そしてゼロくん、今首輪とリードがついてない状態なので、ぐるぐるマットをした後に1分以内に装着をするというゲームです。はい、装着をできたら見事クリアとなります。はい、それではもう早速始めていきましょうか。準備はよろしいですか？大丈夫です。はい、OK です。そしてゼロくん準備ですか？ワン。ということで始めていきたいと思います。それでは準備はいいですね。よーい、スタート。さあ、1回目と回り始めました。お前さん、さあゼロくんは無視ということで、はい、始まっております。はい、今何回目でしょうか？はい、6、7、さあぐるぐる回ってください。はい、ゼロくんはその間無関心でございます。さあどうだ。はい、10回。おっと、転倒です。さあゼロくんはもう夢中で他のところに行っておりますが、さあゼロくんに、はい、もう大場さんはちょっと半切れですね。大丈夫でしょうか？はい、そのままゆっくりゼロくんに首を装着、そしてそのままリードをつないでください。さあ那須くんが今つこうとした。はい、なんと42秒ということでクリアー。はい、という感じでぐるぐるバットを行いたいと思います。他にも1,2,3,4,5 競技ございますので、皆さん楽しい競技となっております。10月10日の月曜日に行いますので、ぜひお越しください。